なんだと耐えて耐えて耐えて人はいつも耐えて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 俺はいつも耐えて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 遊べない大人に叱られても遊べない。まあ、僕に対してどういうイメージを持たれてるかわからないですけど、2、3年のまま大人だと思うんですよ。はい、小野さん、今日キャンプ初日なんですが、本当に多くの方がですね、このように駆けつけてくださいまして盛り上がっています。気持ちで一日終えました。それこそ今日を振り返れば、朝からもうカメラが密着。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの新天地での、はい、初日どうでした？疲れなかったですか？そうです。いや、まあでも本当に楽しく、あの思ってた以上に楽しくできたので、すごくいい一日だったと思います。はい、あのお部屋まで押しかけて言うのもなんなんですけど、はい、朝からあの中継まで晩まで取材とか撮影とか、はいはい、そのあたりも大丈夫に疲れてないのかな？いやいや、もう全然、こういうのも久々なので、まあ、すごく、まあ、ありがたいですし、こうやってね、まあ、皆さんにまた応援していただけるっていうのもすごく個人的には嬉しいことなので、はい、できる限り頑張ります。はい、あの第一クールはどういったテーマで、まあ、過ごされる？技術面に関してはやっぱり本当に確認作業というか、まだまだ上げていく時期でもないので、しっかり確認しながらそこは丁寧にやっていきながら、まあ、守備に関してはたくさん打球を受けれたらいいかなというふうに思ってます。はい、あのバッティング練習、結構あの他のチームメイトのバッティング練習でじっと見られてたのかな？はい、全員結構見られてますか？結構見てたですね。はい、それは意図的になんか、そうです、ちょっと見たいなと思ったので、はい、まあ、裏であの時間もちょっとあったので、はい、見させてもらいましたけど、結構あの後輩たちが多いチームですけど、あの交流というか、はい、今日初日だけでもありました？そうですね、まあ、昨日から含めて、まあ、いろんなこと会話させてもらいましたけど、やっぱみんな素直でね、本当にいい子たちばかりなので、まあ、一緒にね、頑張っていきたいなというふうにも思いましたし、はい、すごくいい子たちばかりです。はい、なんか初日というか、会ってすぐなんでグイグイ来るなっていう選手とかいなかったですか？今んとこいないですね。とグイグイ来てもらいたいんだけど、今んとこいないな。まだやっぱお互いが、まあ、まだ猫かぶってるんでしょうね。お互い、お互い。僕もちょっとこう、どういう性格の子なのかなとか、いろいろやっぱり思うこともありますし、まあ、向こうもね、多分敬遠してると思いますし、まあ、これからじゃないですかね。はい、あれぐらいじゃないですか、もうずかずか来るの。はい、お疲れ様です。なめさってるの。自分で流そう、なめてたらやばいですよ。そう、一個中田さんに告げ口しようと思ってたんですけど、はい、あのすか、中田さんのなんかこんにちはっていうのを。では続いて完封勝利をリードしました宇佐美慎吾選手です。おめでとうございます。こんちゃーん。ジャイアンツの動画で中田さんと坂本勇さんがベンチに座って、なんかちっちゃい女の子がいて、勇さんがちょっと翔さんの隣に座りって言って、翔さんがこんちゃーって言って、その子の声で言ったら女の子が振るしかとしてっていうのをしかとしてみんなそのハムのファームの時にみんなそれ見てて、で違うやつがチアマネエンジンでやって、そこからハムのファームでみたいな感じで。何こんちゃって、あの早くさんと中津さんがジャイアンツのベンチでいて、今度女の子、あーあったね、ちょっと座りつって、ちょっとこんちゃーつってガン無視されたじゃないですか。よう見てんなお前。それでパクりました。ありがとうございます。あのもう去年からヒーローインタビューで、はい、中田翔さんと真似して。あ、そうなんですか。いやいや。ちなみにあの呼び名はこう大将、いやね、あのみんな食事会を開いてくれた時に、まあ、僕と中井さん、いろいろなんかあだ名はこう呼ぼうああ呼ぼうって出てたんですけどね、な
何だったっけな、僕はなんか普通に1個上がってたから翔ちゃんみたいなそれ年関係なくいいんですか。そうで出てたんですけど、で中地さんも、まあ、一番、まあ、みんなのお兄ちゃん的存在ということでジージー中ジージーみたいな上がってたんだけども、やっぱさすがに、でそれ確かワクさんとかが言ってたんですよ。でそれでいいじゃんみたいな、それで行きましょうよみたいなこと言ってたんだけど、結局その他の下の子全員がいやそれは呼べないですってなってで、まあ、報道見たら翔さんと中地さんなんか普通だなと思いながらね、うん、まあ、でも選手会長が決めたことなんでねあれですけど、文句はないですけどいや僕はね、本当下の子たちにもっとこうフランクっていうか、本当気兼ねなく来てもらいたいなと思ってるんですけど、翔さん普通なんかね、普通すぎるからもっと違くてもいいんですけどね別に大将でも何でもいいんですけど、今までずっとそれが聞き慣れてるんでそれでもいいんですけど、なんか翔さんって記事が出てたんですね、うん、じゃあファンの方々ももう募集するような感じにしますか。いや、何でもいいですよ、もう何でもね、やっぱそういうあだ名で呼ばれた方が一気にね距離も縮まると思いますし、うん、何でもいいですよ本当に YouTube ファンも、はい、翔さんって呼ばせてもらってもいいですか。ああ、もうぜひ何でも、もう翔でも何でも呼んでください。いや、ちょっと呼び捨てもう何でも呼んでください引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。やったんだよ。